皆さんこんにちは。上田市教育委員会の谷口です。今年開催予定の全国山城サミット上田榊大会のアフター大会にいらした時にぜひついでに回っていただきたいお城を紹介するこの番組ですけれども、初回の、持ち越し城、越下野城、そして前回の、塩田城、そして今回はですね、なんと第3弾ということで、開催することができました。そして今回放送することができます。ありがとうございます。今回一緒に登っていただきますのはもう毎度おなじみになりました、上田の山城といえばこの方、森垣さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もそうですけど、まあ、全くあの前回見ていただいた方は分かるかと思いますけど、あの同じ服装しているのはたまたまではなくてですね、あの同じ日に撮影しております。あの草の生え具合も全く一緒なので大体分かるかと思いますけれども、同じ日に撮影してつなぎになりますけれども、一応これ第3回目ということでよろしくお願いします。で今回ですね、ご紹介しますのは小野山城というお城になります。丸子地域のですね、北側の端っこにありまして、千曲川と与田川が合わさる合流点のですね、そこを 見渡せる高台のところに立っております。このお城にはですね、ここに見えます林道がこの山の集落の中から続いておりますので、ここまで車で来てですね、ここからこの後ろに向かって、登っていく。ただここかなり道狭いので、まあ、軽自動車、がおすすめかと思いますけれども、気をつけてここまで上がってきていただければと思います。愛宕神社という看板がよく出てますので、愛宕神社を目印に登ってきていただければ分かりやすいかと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは行きますか。行きましょう。はい、行きましょう。はい。でもこうやって見るとかなりだらだら続く尾根の先っぽに一個だけぴょこんと車を作ったっていう感じなんですかね。結構城域としては長いですよね。あ、尾根の端から端までよく使ってるみたいな、うんうんうん、で今残ってないけど、もしかしたらこの辺もなんかちょっとした加工はしちゃったかもしれない、ね、はい、そうですね、ですかね。まあ柵を置いて、うん、まあ、こっちが急なんですけど、こっちが結構比較的南側が緩いので、うん、まあ、ここにダンクルアを置いたりとか、ここに柵をある程度作って、まあ、下から来る敵に対して備え、うんうん、まあ、どうしてもここが一番長くて、うん、長い暗部なので攻めやすいんでしょう ね、ね、登られちゃうと一気に尾根来られちゃいますね。はい、うん、ここが防衛ラインでしょうね、最初ね。うん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 、じゃあ今まっすぐ行ってちょっと曲がってますけど、やっぱここちょっとこう縦みたいにして、そうですね、向こうにスッと入れないような感じで、はい、まあ、門も作ってっていう感じなんですね。はい、でまあ上からね、あのこっちが丸見えですから、うん、はい、そこをうまく利用して、まあ、投石とかね、やっとお城っぽい感じになってきましたね。そうですね。まあ、最初の堀切り、二重堀切りになりますね。二重なんですね。はい、でここはやっぱ下に30メートルぐらい、かなりこう長く掘り下げてるんですね。うんうんうん、はい、あ、ずっとこれ続いてるんですね。続いてますね。はい、あ、ここが一旦こう平場のようになってるんですね。だから片側の堀切りになって、うんうんうん、ちょっとここが箱堀のような感じ で、ね、はい、こっちがだからね、V 字にこう切ってあるのに対して、こっち側はちょっとこう U 字というか、そうですね、四角く削ってあるっていう感じなんですね。はい、削ってありますね。はい、面白い作りになってますね。もともとさっき見るとこっち側このね、あの塞いでるっていうところは持ったのかなっていう感じもしますけど、もともとの尾根から言うとこのままこう続いてたかもしれないですかね。その可能性ありますね。でここだけを削り取って掘りにして、はい、で削った土をボンってもうちょっと持ってより高くしたっていう感じで、向こうがこう見えないようにそういう工夫もしてありますね。うんうん、はい、でここだけは削り残して通路として通れるように、そうですね、伸ばしってやつですかね。はい、ね、うん、土の端って書いて伸ばし、はい、ちょっと上行ってみましょうか。はい、じゃあすごいですね、切り岸ね、見えてきましたね。はい、これこっから見てもすごいって分かるの。すごいですね。絶壁ですね、かなり高いですよね。うん、まあそこもだから自然地形じゃなくて
切り岸っていう、こう、ね、わざとこう切ってストンってこう、はい、もう垂直に近いですよね、壁にしたっていう、はい、元はこう続いてた、この辺までこうバーッとだらだら続いた山だっていうことですよね、きっと本当は、はい、こうスパンと垂直に切って、はい、どうだ攻めてみろっていうような、なんか、 かなりの土木量ですよね。大変ですよね。大変ですよね。本当に。ショベルカーないのに。ないです。よくこれだけのことやるなと思いますね。まあそれだけ緊迫感というかね、緊張感があって、やばいぞって感じなんでしょうね、やっぱりね。はい、ちょっと真下で見てみますか。はい、見ましょう。はい、まあこちら側は、ね、結構急な斜面なんで、あまり掘り下げなくてもいいんですけど、ちょっとこっちはやっぱり後で見ますけど、クランクを入れたりして、こちら側の斜面のが緩いので、こっちに対する防御っていうのをきちんとこうやっているという感じですかね。ここは降りればもうちょっと分かりやすいですね。ちょっとこの位置だと分かりにくい、分かりづらいですね。はい、じゃあこれで中枢部に登ってみましょうか。はい、いやーいいですね。すごいですね。いいですよね、これはやっぱり。ここが四角背後の掘り切りですね。あの土留めの石積みとか、これ崩れちゃってますけど、あ、はい、はこの上が、はい、四角になります。はい、本丸ですね。本丸で、はい、この後ろだからかなりありますよね。上幅20メーターぐらいあるんですかね。まあ埋まってこのぐらいなんです。もしかしたらもっと深かったってことですか。あともう 1,2 メーターは下がってますよね。まあ、当然歩いてきた道はないので、ないですね、はい、当然ここを越えて向こうから攻めてくる敵はちょっとこれを見て愕然と沈むんでしょうね。で、土が崩れないようにこういう石が本当は積んであったってこと。積んでありますね、斜面にね。あ、確かにちょっと見るとこう、はい、少し石が残ってる感じが、はい、あ、結構これ城跡整備した時にあのかなり伐木しちゃってるんですけど、私が来た12年前ぐらいはもうここから先はうっそうとした林になってて、以降はほとんど藪の中行かないと確認できなかったんですけど、まあ、地元の方でね整備していただいてここまで見れるようになって、うんうん、これ一目で分かるっていうのは ね、かなりありがたいですね、はい、うん、これ向こう側にも続いてるんですか。はい、一応あの掘り切りとしては落としてるんですけど、そこまでこちら急なので、うん、あまり掘り下げなくても、あ、掘り下げる逆に必要はないのかなっていうところですね。じゃあその辺までで、あとはもう自然の斜面に任せちゃってるっていうことですね。まあ、あまりこちら側からの敵は想定してない、うん、はい、ね、集落自体もまあこっちですね、うん、あ、そうですね、はい、この下が小野山の集落ですもんね、はい、いやこれ相当高いけど、うん、向こう側もちょっと見てみたくなりますね、はい、そうですね、はい、向こう側はどうなっているんでしょうか。おー、いいっすね、すごいね。これさっきの V 字の裏か、はい、尾根川ですかね、尾根川来ましたけど、はい、ここも一旦緩く角度をつけてますね、はい、2段になってるんですね。まあ、四角の背後を大きくこう W 型で二重で掘り切るっていうのはここら辺ではよくある手法ですね。うん、はい、そうですね、こう大きく見る一つで相当 V に見えますけど、だからここ続いてるから W なんですね。そうですね、はい、いやでもここも足すと相当深いですよね。はいですね、こちら側が絡めて側になるので裏口です、はい、うん、すごい結構深く掘ってますよね。これより向こう側はもうお城からは外れてくるって外れてますね。ちょっとまあ今林道が入っちゃってるんですけど、あ、
昔は本当に山道が入ってて、ここをずっと行くと三日城っていう物見のお城につながる道だったんですね。だから連携してますよね。うんうんうん、あ、はい、じゃあ向こう側の見通しはその三日城っていうところで見張ってもらって、で、ね、はい、でこっち側の、はい、こっち側から与田川方面、うんうん、それから、東御正面ですね、はいはい、小野山城の守備範囲という感じですよね。じゃあ、 まあその三日城がもし攻められて、はい、ここから敵が来るとすればもうこの2つの W で、堀 W で絶対登ってくんなよってい う、ね、はい、これで遮断して防御してるぞみたいな感じですね、うんうん、ここもでもあの道でちょっと変わっちゃってますけど、少しこう向こうも堀で続いてるような感じ、堀切りで続いてる感じになってるんですね、はい、こっちは落としてますね、うん、まあ、どうしても南側の斜面が緩いので、こっち側はしっかり作らないと不安でしょうね、やっぱりね、うん、かなり生い茂っちゃってますけど、うん、真冬に来るともうちょっともうちょっとよく見えますね、はい。これ先ほど見た、はい、かなり高い、切り岸の上の主角にやってきましたけれども、ね、はい、これこっち側見るとかなり眺めいいですね。すごいですね、うん、これ当時も当然地形は変わってないので、はい、まあ、いろんなところを見渡すっていう役目あったかと思うんですが、どういったところがポイントになってきますか。はい、あの谷口さんが最初に説明されたように、ここは千曲川とそれから、与田湖を流れる与田川の合流する地点で、千曲川からこうロケーションとしてはかなり遠くまで見渡せる絶好の位置ですね。で、ここはあの小野山市があの築いた城だっていうふうに言われてるんですけども、まあ、ここのその立地の良さがやはり、重要なポイントになってて、たびたび戦火に、巻き込まれています。で、最も有名なのは、神川合戦といわれる第一次上田合戦で、その時に、ここに谷口さんがおっしゃられたように、一旦応援に来た上杉を上田城に、置いて、で自分は自ら約2000の兵を率いて、この城にこもりました。でちょっとここからはその木が邪魔で見えないんですけども、千曲川を挟んで、千曲川を挟んだというか与田川ですね、ですね、うん、挟んで向こう側に、塩川、上田塩川というところに陣場という地形があって、うん、今ワイナリーになってるんですけども、うん、そこに、一旦上田攻めに失敗した徳川が撤退して、そこにもう一度、陣を構えてるんですけども、そこを牽制するために正幸がここに入って、うん、で、2000の兵を、この城の周辺に置いて、うん、かなり牽制してやってます、うん、それから、丸子城がここもちょっとその木々が邪魔して見えないんですけども、正面には丸子三左衛門がこもった丸子城があるので、うん、はい、そことも連携してるんですね。で結局、ここで身動きが取れなくなった徳川は腹いせいにこう丸子城へ、うんうん、攻めかかるんですけども、はい、でそれを見たやはり正幸は、うん、手勢を引き連れてこの山を山城を降りて、うん、徳川の背後から、襲うというような連携した動きになってるんですね、うんうん、はい、だからかなりここのロケーションとすると、真田の里も見えるし、山城ネットワークもあるし、遠くは、前回取材した熱城も見えるんですけど、うん、ただ難点としては上田城本城が見えないので、うん、そうですね、はい、上田城見えないですね。そこの連携手段としては先ほど言ったようにその、この先に三日城があるんですけども、見張り台の三日城もしくは、砥石城を、連絡先としてここに繋いだのかなと、そんなような感じなのかなということですね。かなり本当に、今時点でも見晴らしがいいので、うん、当時はもっとすごいんだろうなというふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、本来はでもっとこっちにこう上の方には木はなかったはずなので、はい、本当にぐるっとこっちの側は見渡しが効いて、ね、はい、丸子城徳川が攻めようとしても絶対川を渡るので、はい、絶対見えますね。見えますね、はい、うん、もう逐一動きが分かる、ね、分かりますね、まあ、徳川も動けないわけですよね、はい、丸見えですもん、ね、こっちの方が高いから、はい、でここ、まあ、さっき、W になってる後ろ側の三日城に続くっていう堀切り、
ね、見えましたけど、はい、ちょっとここからすぐは見えませんけど、かなりここから見ても高いですね。高いですね。崖になってる感じがあるので、はいはい、ちょっとやってみてもいいですか。はい、やってみますか。はい、じゃあ攻めてみましょう。はい、じゃあ攻めますか。行きましょう。ゴー。お、敵だ。お、やばい。敵が来た。やばい。お、マジか。やばいこれ。やばい。これ怖。はい、来たぞ。やれやれ。疲れてる。やばい。残れちゃった。やばい。いやどうですか。無理。多分死んでる。多分死んでるわこれ。いや。投げるところは本当に見えない。見えないっていうか。登ってる時ってこうなってるじゃないですか。上見えないですよ。見えない。だから。おじさんの山遊び第3弾どうでした。もう一回やります。行け。あ、敵襲だ。敵襲。めっちゃこれ。皆の者迎え撃て。おし、行け。よし、行け。死んでるぞ。おし、迎え撃て。怖っ。やれ。やばい。やばい、マジやばい。無理だこれ。敗退。はい。これで四角の下の掘り切りと、はい、その前の最初の掘り切りの間ぐらいのところを。南側に降りてきた斜面ですけども、はい、ここにちょっと平らな、ちょっとへっこんでるなっていうようなところがありますけど、ここは、はい、これが横堀になりますね。あ、横堀。はい。その背後ですね、四角の前面のところの大きな堀切りがあるんですけど、それが一旦その斜面を下るように降りてます。はい、あ、ずっと続いてるんです。そういうことですね。はい。で、向こう側にもう2畳堀切りがあるんですけど、その堀切りと堀切りの間もう一本横堀をつけることによって、うんうん、はい、防御をさらに強化しています。で、この横堀はここで L 字にして、でそこの斜面を下って、で合流して一本でクランク、折れをつけて、で南の斜面に、ずっと、落としているということですね。で小野山城はやはりこちらの、南側の斜面が、かなり、緩いので、どうしてもこちら側に対しての守備を重きを置かなければいけないので、斜面に対してこのようにこう幾何学的に、堀をつけて、で防御構造にしていると、そんな感じですね。はい、この下のあたりから攻めてきた敵も、まあ、堀がくねくねくねっと曲がってるから、どこにどうなってるのかもよくわからないし、そうですね、まあ、ここからまっすぐ登ろうとして、はい、けどこの横の縦堀2つで横移動はあまりできないし、そのままここ登ってこようと思ったら、ここに横堀があって、はい、ここからも直接登りにくいっていうような、 そうですね、そんな、そんな感じですね。あと横堀に、まあここに変な話、あの堀なんですけど、ここに兵隊を置いて、で斜面から来る敵に対して、まあ投石だとか矢を射ったりとか、うん、あ、ここに隠れてるって。そうですね、はい、そんな感じで作ったのかなという、まあ当時はもっと深かったはずなので、そういう防御ラインというかね、そんな感じで作ってあると思いますね。はい、なかなか山城の中でこうやって横堀って横にこう堀を
切ったりとか、まあ、下でこうこんなグネ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 曲がってるとあんまり見ないような気もするんですけど、はい、意識的になんかクランクつけて、やっぱこう真田時代の改修なのかなみたいな、そんな思いはしますね。かなりテクニカルな感じの。そうですね、はい、まあ、正行がこの城を選んだっていうのは、そういうしっかりした防御を作ってあるぞっていうところからもこの城を選んだかもしれないですね、はい、見通しもいいし、守りやすいお城になってるし、まあ要所を抑える部分なんで、それなりにやっぱり手を入れて、敵が攻めてもそう簡単には落ちないように、はい、工夫をしているということですかね、はい、ちょっとね、あの落ち葉とかで堀が浅くなっちゃったりはしてますけど、まあ、普通にちょっとね、ただ登ってくると見落としがちなとこですけど、そうですね、ぜひあれですかね、はい、なかなかここまで降りてきて遺構を見るというのはあまり、うん、もう結構マニアックなんですけど、まあ、発見するとそれはそれなりに楽しめるので、うん、まあ、ちょっと滑るので怪我だけは気をつけていただいて、ぜひ見てもらいたい、そうですね、ポイントということですね、はい、はい、ぜひ。これで、小野山城を下って、はい、小野山城が一望に見渡せる、信州国際音楽村まで戻ってきましたけれども、ここの城登ってみて、まあ、いわゆるこう往年のところに、はい、廓を築いて、まあ、堀切りを掘ってっていう、まあ、いわゆる典型的な山城っていうイメージがありますけれども、はい、最後に見た、はい、南側の面の横堀だったりとか、縦堀をこう曲げてるっていうところを見ると、はい、やっぱりいくつかの表情があるというか、何回かこう改修を重ねたのかなっていう気もちょっとするんですけど、そのあたりはどんなような見方を。はい、まあ、城跡でも説明させていただきましたけど、千曲川と淀川の合流する要衝の地に、築いてある山城ですね。で、やはりその立地条件からして、はい、きっちり加工しておかないと、本城を守るための市場の役割としては、何回かこう長期的に、計画的にというか、うん、そんな感じで改修を重ねて敵の来襲に備えたのかなということですね。で、まあ、本来あそこに巨漢を築いてそこで寝泊まりするという機能はないんですけども、ただ六にはその平地のところには兵士が寝泊まりして、うん、まあ、交代で番をして、敵の動きを見るということは、常時、行われていて、うん、上田城それから砥石城と常に連絡を取って、守ってたのかなというような印象を受けますね、うん、はい、はい、普通に登っていくと堀切りを見て最後の、てっぺんで、ね、眺めを見てっていう感じになっちゃいますけど、うん、まあ、十分気をつけてもらってですけど、今回最後に見たあそこの横堀と縦堀のクランクなんていうのを見てもらえればいくつかの表情があるんじゃないかなっていう。で、あそこまで来れば歩いても、まあ、10分か15分ぐらいで登れるかと思いますので、お気軽にすごくいいお城が見れる、そして眺望もいいっていうことで、かなりおすすめのこの辺りではお城になるかと思いますので、はい、ぜひお越しいただいた際にはここにも寄っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に第2弾でもご紹介しましたけれども、改めて、ご紹介です、去年の山城サミットに合わせて、山城ガイドブックというのを作成しました、この小野山城は残念ながら載ってませんけれども、太郎山国道さんにつながるところに、残っている山城20個をですね、ここに載っけてあります。ここにもありますけれども、山の登り方、こんなところにこういうのがあるよとか、そういった山の登り方からですね、お城自体の縄張り図ですとか長官図というのも載っけて、これ一冊もあればですね、その山に登って、そのお城の隅々まで堪能して、あとですね、さらに他にどういった山があるのか、あとはどういった景色があるのか、どういったものがあるのかというのも全部詰まってますので、非常にいいと思います。でこれがですね、一冊700円ということで、今おそらくテロップにありますけれども、そういったところで販売しておりますので、ぜひ行く前にお求めいただきまして、登っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。